偶然と計算とみたいなの両方一生懸命やってます。遊びから生まれることって多いと思うので、なるべくいろんなものでこう遊びながらやってて、これ面白いなとか今度使いたいなとか、そういうストックはいつも続けてます。もう自分の表現っていう面においては絶対に考えないとか、真っ白のまま一投目いく経験上、そうした方が見てくださった方の評判がいいっていうのがあるんですよね。なんですかねってどう思うんですけど、イメージ描いてそれに走っていくよりは、その日の気分で茶色を塗ってった結果その面が何かに見えてくるとか、偶然を積み重ねる中で生まれてくるものを探すっていうのを繰り返して表現をしているんですよね。絵の具を乗せるとこの次に乗せたい色が何っていうのは自分で分かるんですよね。次はこの色を乗せたいとか、ここに色の面を作りたいとか出てくるので、それが例えば3箇所ぐらいこっちにも塗りたい、こっちにも塗りたい、こっちにも塗りたいって出てくるんですけど、それを選ぶのを間違えるとゴールしなくなるっていうことも結構あってすごいそこは悩みます。どの道を行けばその見た人が気持ちいいっていう絵に向かっていくんだろうっていうのはすごい考えて、次に置く場所と次に置く色を探します。よく使ってるのがアクリルが多いですかね。鉛筆のみで100号描いてた時期もあって、その時は結構鉛筆行ってカラーインク行ってみたいな、色鉛筆もやってみたいな、なんかこう色モノトーンも好きです。モノクロも好きですし、カラーも好きですし、画材によって発色も雰囲気も、やっぱ仕上がったものによって違うので、それぞれにすごく良さがあると思うので。自由に描こうって思うと、結構上手に描きたくなるんですよね。なんか評価されたくなる、なんかこう、いい絵を描きたくなるっていう欲求が出てきちゃうので、そうするとうまく仕上げられないっていう経験が結構あるので、捨て駒と何枚か置いておいて、一気にこう、例えばテーマカラーとか元気になる絵を描こうとか、ちょっとパワーがある感じの大きい面、小さいタッチとかなんか決めて描き出すんですけど、それで一番こう塗ってったのを見て、この子はゴールに向かえそうだっていう選抜組を用意したりとかもしますし、こう真摯に向かったのがゴールすることもあれば、意外とその隣に置いてて何にも考えないで鼻歌歌って書いた方がいい感じに仕上がることもあったりして、最後はこう選んだりとかしますね。結構そのうまくいかなかった子はしばらく保管しておいて、また出してきてちょっと下地とかまた縫い合わせてスタートしたら、結構最初には想像しえなかったようなゴールを迎えて面白い絵になることもありますね。何になるかわからないことを、どこにつながるかわからない小さなことをちゃんとするとかそれは日々の暮らしの掃除でもそうですし、書く時の環境もなんか絵描きで多分すごい雑然としたところで描いてるイメージもあると思うんですけど、やっぱ整えてから描いた方がいい絵が描けたりするのかなとか、こう人がこう日々の暮らしの中で目に見えてる部分だけを評価してすることが多いと思うんですけど、
裏部分がとても大事だよねと思ってて、絵は絵として表現してるんですけど、その後ろ側のその日々の中に起きるいろんな事象を自分なりに受け止めて分解する作業みたいなのはすごく大切かなと思ってますね。なんか子どもたちもなんだかこう、これやって何のためになるんですかみたいな、ある一定のぐらいも成長していくと聞いてくるんですけど、そう、何もならないことを楽しむんですよみたいなでそれが何につながるかはわからないけど、その時点ではでも絶対なんかこう、なんかの時にそれが糧になることがあるかもしれないっていうのをすごい大事にしたくて、それのちりつもで生きてくることってあると思ってて、それは私は表現に落とし込んでますけど、それはそのお仕事をされてるいろんな方はまた別の自分の職種に落とし込めることもあるんじゃないのかなとは思います。もともと子供が生まれるまではワークショップ大人向けにやってたんです。皆さん上手に書かなきゃいけないっていうバイアスがかかってる方がとても多いので、今上手に書くっていうのは一握りの人でよくってあとの大半の人は楽しんでもらえれば、あの位置としてはコーヒーを飲むホッとするとか紅茶を飲んでホッとするぐらいの位置づけに、絵でちょっと息抜きするぐらいなポジションに絵を持ってきてほしくて、大人向けに自由に描いてくださいっていうのをやってたんですよね。で子供が生まれて本当に自由だから、子供ってちゃんと1ミリもしないので、で外で自由にやる場を、汚してもいい場所とか提供できたらなと思って今子供向けなんですけど、日々学んでる一番の対象は子供が今一番大きいかもしれないですね。本当にちゃんとしないでも生きていけるんだっていうのを教えてくれますちゃんとしなくていいんだみたいな、なんかアーティストしてる、アーティストみたいなポジションにいると自由にやっていいっていう風な感じで生きてますけど、それでもやっぱりちゃんとして生きなければいけないっていうバイアスはちゃんと入ってるんで、でもなんかそれを取り払ってくれるんですよね。なんか子供たちはちゃんとしない良さみたいな、すごい子供たちに教わってます。とできたものの評価を必ず大人の方は求めていますよね。どう感じますかとか、なんかそのゴールした作品、ゴールというか仕上がった作品よりも絵を楽しむっていう行為においてその過程の方が大事というか、楽しかったらその最終的に仕上がったものがちょっと何か分からなくてもいいじゃないっていうのがあるんですよね。何か分からなければ、現代アートっていう風な落とし込みもできますしなんかそれが上手だったらいい感じ、好きだったら飾ったらいいしっていうか、子供たちはそれこそ絵の具ももったいないとかいう感覚ないですから、とにかく出すし、大人の人はちゃんとちょろっと出して必要な分を出してとか、筆は丁寧に扱うものですよねとか、でも雑に扱うことでできる面白さもあったりとか色が濁っていくことで生まれる色合いもありますし、であと自分が作ったものはすごく素敵だって子供はもう多分ちょっと思ってると思う。特にちっちゃい子はそうですけど、見て見てってすごいねって言ったらもうすごいと思って帰っていくみたいな、素直だなというか、なんかやったことはよし丸っていうのがついてる感じはいいです。なんか時代の中で苦しさがある人に向けて描いてるのがあるので、自分のための絵であってほしいというか、自然の中で飾って朽ちたら朽ちたで、ちょっとゴミになるのは申し訳ないんですけど、なんかでもその過程、朽ちるまでの過程で目にした人が評価されたいんじゃなくて、なんかこう疲れてる人が見ても大丈夫だって思えるような絵を描きたくて、だから家庭がいっぱい失敗すれば失敗するほど絵は優しくなるんじゃないかみたいな。